暑すぎるな、ちょっと今日。そうね。さすがに。暑いね。喉乾いてきちゃったよ、うん、もう。まあまあ、暑いのもそうなんだけどさ、うん、ちょっと、これ気になってて。ああ、あ、これね。これ、何？いや、これウッディよ、ウッディ。あ、トイストーリーのね。トイストーリーの、そう。あ、やっぱそうだよね。これウッディはね。いや、すごくない？これマジで。でっかいな、このフィギュア。ちょっと見た瞬間、ちょっと買っちゃってさ、うん、思わず。なんか、懐かしくなって。うん。いいよな、やっぱ。そうそう、あの、いや、ウッディはわかんない。かわいいんだよ、ウッディ。そう、ウッディはわかんないけど、うん、隣のこいつ、こいつは何？これ？うん。レックス。レックス？レックスよ。これレックス？いや、レックス。こんなんだっけ？いや、普通にレックスだね。うん。緑っていうのしか。だから、ちょっと思い出補正でちょっと、見た目変わっちゃってるかもしれないけど、こんなだったよ、普通に当時。思い出補正って悪いバージョンあるんだ。だからそうそう。悪くなるパターンが。だから意外とこうだったんだよ。だから忘れてんだよ、結構。そうだっけ？俺ら。あー。なんか飲むもん飲む。なんか俺、あー、そうね。うん、ちょっと取ってくるから。うん。お茶かなんかあれば。うん、オッケー。水でも。うん。うん。すげえな。気持ち悪いな、緑の。ええいなくなったぜ。ウッディいなくなったぜ、アンディ。えウッディ今日も楽しい一日の始まりだよ。あ、そう、ウッディ動き始めた。鬼ごっこしようよ、ウッディ。なんか今日バズを探しに行くんだ、いいな。バズはいいから、鬼ごっこしようよ。落ち着け。じゃあ、僕が鬼ね。ウッディ逃げてくれ。ウッディ待って、怖い、レックス待って。レックス、ウッディ、どこ？ウッディのこれ見たことあるな。アンディが帰ってくるぞ。ウッディ帰る。いや、目が、ちょっと爆発音みたいなしたけど。あ、取ってきて。ああ。お茶。お茶っていうより、うん、いや、今さ、うん。今これ、動いてて。え？フィギュア？動いてた？動いてた。これこっちがいや動いてだってもう位置だって全然違うじゃん。いやそんなわけねえだろお前。だってほら片目取れてたりとかする。いやお前トイストーリーじゃねえんだからさお前そんなわけないじゃん。いやトイストーリーではあるんだけど。おいふざけんなよお前。遊んだんだろお前が今。いや俺遊んでないよこんな。お前勝手に遊んだって。めちゃくちゃにしないよ。いいよ。目取れちゃったじゃん。あそうだちょっと。ほら、ウッディの下にある。うわ、お前、壊すなよ、お前、あんまお前。俺じゃないの。壊すなよ。これ、取れちゃったのよ。レックスがよ、お前。壊すじゃねえか。え、あ、やべ、俺、動いてたけど。自分の飲み物取るの忘れた。あ、飲み物。ちょっと、取ってくれ。え、うん、まあ、ちょっと、お前、甘遊ぶなよ、お前。いや、遊んでないんだよ。やめろよ、お前。このフィギュアと一緒にいるの、怖えな。危なかったね。危ない。レックス、危ないって言うなよ、お前。ウッディが悪いんだよ。ウッディが見つかったから。また動き出すんじゃん。ウッディそんなことより遊ぼうよ。遊ばないんだけど。ウッディの動きすげえな。ボクシングしておいやめろレックス。レックス。おいレックスやめろ。レックス。レックスワンツースリー。おい。めちゃめちゃ動いてるよ。レックス。あれバズはどこ？レックス。ポテトヘッドもいないな。また目なくなったし。ポテトヘッドもいないよ。今日探しに行くんだよ。ないや。ウッディ遊ぼうよ。遊ばないんだよレックス。アンディ帰ってくるぞ。アンディ。わざとやってるじゃん。全然ねえ。おい。いや気になれよ。気になれよ今。あここにいるんだじゃないよ。すげえ暑いな今日マジで。いや暑いんだけどさ。いやまた動き出してたから。いや動かねえだろ。いや動いてたんだよ。何言ってんだよお前。見ろよだってレックスの目両目取れてるし。いやもうだからあんま乱暴にすんなよ。じゃあ俺じゃないのよ。いやそんなもいいけど。動いてたって。動いてねえよ。いや、動いてたよ。動いてるわけないじゃん。変なこと言うなって、お前。あれほら。あれ動いてないじゃんよ。おもちゃだから。まあまあまあ。触ってみ？だってもう全然、もうリアリティすげえぜ。ほら。うわ。マジリアルだよな。これ、レックス、当時のレックスのまんまだよ。めっちゃかっけえよ。嬉しい。スンってなんか顔の方から音出たけど死ねえよやって嘘いや死ねえ死ねえ音してるじゃんしてねえほんとウッディだっていやすげえぜマジでマジリアルだろいやめちゃくちゃリアルリアルではあるすげえよほらほら当時の感じまんますげえほんとだほんといや、え、今聞いてる。何スーンってなんか。いった。えどうしたなんか今、刺さるだろ、今、お尻。えレックスにレックスいや、そんなわけ。いや、動いてたよ。いや、俺レックスじゃない。いや、俺が踏んじゃったんかな、今。え、マジでちょっとさ、あの、
これをそこに座らせて。これ座らせる？うん。レックスな。レックスをウッディの横に座らせてよ。レックスすげえじゃん。ん？何が？いや、わかんないけど。うん、レックス。なんか鳴ってるじゃん、ほら。鳴ってねえよ。鳴ってるよ、音。あれ？どう考えても。レックス眉毛動いてるし。あれ？普段こうして遊んでる。いや、こうして、いや、仲良くなってんだよ、こうやって。はい。遊んでんだ。笑ってるじゃんか。笑ってるじゃん。笑ってねえよ。嘘？ほら。笑ってねえじゃん。え？すげえぜ。めちゃめちゃレアだよ。ちょっと、なんか、ないか。いや、いいよ。何がよ。いや、ちょっと。うわぁ、これすげえわ。ちょっとこれどこさ、これうん、わかんないけど、これなんどうすんのよ、これを。なんかもう、ああなんか自分のタイミングで弾いてみてもいいし。あ、俺が勝手に弾いちゃっていいわけ、うん、もう別に何もなんのよ、だって思っちゃったらやるだけだから。音出るだけだから。で俺全然行くし全然大丈夫、ほら動いてるよ、動いてるよ。動いてないよ、動いてない。どこがよ、動いてるわけないじゃん。動いてるわけない、ほら。何がそこはさすがに近いかもしれない。それは危ないかもしれない。全然ね、俺は大丈夫だよ。俺は全然、ほら、動いてないよ。打って帽子取れたよ。取れてないよ。取れてはいるじゃん。どっちかな、どっちが。どっち、でも保安官だからな、やっぱ。銃の扱いには慣れてるはずだ。まあまあ、扱いにはね。そうな、全然、いっちゃえるから。どっちから行こうかな。どちらにしようか。うわっ！ああ！ほら！ああ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 ！え？取った。ほら、めちゃめちゃ動いたじゃん。なんもないよ。なんもなくないだろ。立ち上がってるじゃんか。リアルだな。ウッディも、ウッディも弾かれたし。ウッディもすげえぜ。すげえぜ。なあ、ウッディ。ほら、保安官のお前は、ここの赤羽の治安を守ってくれんだぜ。俺らが、トイストーリー、やったー！うわ！太郎にもダメージあるじゃん。ママー！帰った。え、逃げよ、これ。逃げよ、ここはシードの家だった。逃げるぞ。怖いよ、ウッディ。おい、レックス、目忘れた。目忘れた。ポテトヘッドみたいなミス。はあ、怖かった。